フィギュアスケート選手で、平正オリンピック金メダリストのアリーナ・ザギトワ選手が5月14日発売のニュース集監視 AERA 5月21日号の表紙に起用された。撮影は同誌表紙フォトグラファーの蜷川美香さんが行った取り下ろしの表紙となる。紙面にはフミ神3人目となる15歳でのフィギュアスケートオリンピック女王となったザギトワ選手の独占インタビューを掲載されている。ザギトワ選手他金メダルの喜びを語る一方、心にポカリとは長い多様なき文になったと振り返り、10年にわたる練り週の日々を告白。また日本よしみ気になったきっかけとして平正オリンピック銀メダリストのエフゲニア・メドベージェは選手の存在があったとのエピソードを明らかしている。ザギトワ選手の独占インタビューが掲載されている AERA 5月21日号は5月14日発売。金メダルへ得した平正五輪や日本好きになったきっかけを語る。フィギュアスケートのアリーナ・ザギトワ選手がインスタグラムをさら、新しい自身の水着姿を公開した。広大な海を背景にムスグリーンの水着を着用してリラックスした表情を見せるザギトワ戦で、表情の美しさとはまたい魅力にいつ出ていて思わずみこつ出てしまう。一気にスターダムにのし上がったザギトワは秋田県でも話題となった。五輪直前の日本での合宿中に秋田県に一目コツでしたことがきっかけとなり、五輪を秋田県から秋田犬が贈呈されることに。日本語でマサルリを意味するマサルと名付けけたことでも話題を呼びまいた。圧倒的な強さと美しさでフィギュア界を牽引していくであろう新女王。その活躍から今後も目が離せない。